Hey guys, ルカです。今日の動画はメイク動画とか全然メイクに関することではないんだけど、このチャンネルに関することなので、まあ相談というかちょっとみんながどうなのかなと気になってたので、もし意見とかありましたらぜひコメントの方に書いちゃってください。はい、ですね、なんでこの動画を作ろうかと思ったかというと、私一応アメブロの方でブログを、まあ最近全然書いてないっていうか、もう今年入ってから書いてないんだけど、なんかなんだろう、ブログがありまして、私のね、で一番最近更新したものにコメントが届きまして、すごい私にとっていろいろ考えさせられたコメントだったんですよ。で今後私もこう動画をね、どんどん更新していくにあたって、やっぱ皆さんの意見とかも本当に聞きたいと思うし、参考にしたいと思っているので、すごいね、なんかなんだろう、納得したコメントっていうか、結構な長文なので、ここにバーって流すと結構大変かなと思うので、下にその私が更新したブログのリンクを貼っておくんだけど、読んでいただいたらね、わかるかなと思うんですけど、まあ大学入ってからだと思うんだけど、まあ、よくね、私動画の中でさ、なんかちょっと英語のフレーズ言ったり、まあ最近だと英語だけの動画を出したりしているかと思うんですけど、たまに字幕を足さない時とかもやっぱりあるんですよ。で商品名とか読む時にもそのまま英語の発音で読んじゃったりして、私は本当にそこまで考えてなくて申し訳ないんですけど、やっぱみんながね英語わかるっていうわけでもないし、本当に自分ではそれは気をつけていかなきゃなと思うところなんだけど、まあ、そのコメントに書いてあったのが、そうやってね、もうみんなが英語わかるわけではないので、まあ、いろんな方法はあると思いますが、もうちょっとこう、ちょっと今の動画だと中途半端かなみたいな、こう日本語にするか英語にするか、字幕足すか足さないか、そこだけははっきりしてくださいっていうコメントだったんですよ。でやっぱ自分もそれ読んで、あ、確かにそうだなってすごい思ったので、でまずみんなに分かっていただきたいのが、そうやって英語のね動画とかブログで英語話したり、ちょっと英語を使うことが多いかもしれないんだけど、それは全然全く私は英語できますよっていうアピールでも何にもなくって、全然英語を自慢してることでも何でもないのね。それだけはすごい理解していただきたくて、私がそうやって英語のフレーズとか使ってしまうのは、なんだろう、やっぱりこう生まれ育ったのもアメリカだし、どちらかというと使いやすいのは英語なのね。なので会話してる中でポロッと英語が出てきちゃうのも、まあ、当たり前っていうか、まあしょうがないかなと思ったりして、まあ、それまで日本で暮らしているから気をつけなきゃいけないなってすごい自分でもまあ反省してるし思っているんだけど、やっぱりそういう部分が動画にも出ちゃってるなって、このコメントを読んで改めて感じて、自分でもこうやっぱりはっきりさせたいところだなとすごい思ったので、なので本当にこのコメントをくれたトトさんかな、 TOTO って書いてあるんだけど、本当にありがとうございます。やっぱこのチャンネルはね、皆さんに楽しんでいただけたらなと思って、まあ、自分の趣味っていうか、まあ、自分の好きな感じでこうアップしているのもあるんですけど、やっぱ一番はね、みんながこう見てくれてすごいいい動画だったな、だったりこう楽しい動画だなってこう思っていただけたらなと思っているので、ちょっとなんか日本語の説明が本当に下手で話は長くなってしまったんですけど、相談したかったのが、まあ、セカンドチャンネルを作るか作らないかってことなんですけど、本当に今後この私のチャンネルでは日本語をメインにして、でもちろん英語が出てきちゃう時はちゃんと字幕もつけて、なんだろう、ちゃんとそこだけははっきりさせようかなと思ってるんですけど、でもしセカンドチャンネル作るとしたら、それはもう完全英語でのブログになると思います。本当にあとはまたチャレンジ動画とか、英語メインでやっていけたらなと思います。でなぜ分けようかと思うと、まあ、今の動画をね全部字幕足せばいいじゃんっていう問題なんですけど、字幕のプロは超早いと思うんだけど、私は字幕のプロでも何でもないし、日本語が本当になんだろう、中途半端だったりする部分もあるので、文もなんかやってるうちに全然思いつかなかったりする時もあるのね。プラス編集とか考えたり、まあ、大学での勉強とか考えると、まあ、言い訳に聞こえちゃうかもしれないんだけど、かなり時間がかかってしまうんですよ。でかなり大変で、10分の動画を字幕足そうと思ったらもう相当かかっちゃうので、何時間とかも。なのでこのメインチャンネルではほとんど本当に日本語メインでやってて、セカンドではなんか英語のブログ、普段の本当私生活を、まあ、今のこのチャンネルでもアップしてるようなこう動画をね配信していって行こうかなと思っています。ただ分かっていただきたいのは、セカンドの方は本当に完全英語になるので、字幕は多分足さないと思うんですけれども、
そこのところね、皆さんにぜひ相談できたらなと思ってて、うん、私の英語の動画とか好きだよって言ってる方もたくさんいるので、そこはもうフェアに一番やっぱみんなに聞くのが早いかなと思ったので、もし意見などあったらぜひぜひコメントに聞かせてください。まあ、てな感じで相談は以上になるんですけど、だからセカンドを作るか作らないかっていうとこですね。ただ分かっていただきたいのは、今の動画に全部こう字幕とかつけるとかなり大変になってしまって、動画のペースもかなり落ちちゃうかなと思うので、というわけで、また次の動画でお会いしましょう。 I love you guys so much. じゃあね、バイバイ。ルカでした。